ここではですね、スタッフ論文、この事件簿では最も深刻なというかですね、ことをお話したいと思います。スタップ細胞事件、ゴチツタンということで、論文の不備を誰が分かったのかと。正確な日時というのはですね、さらに調査が行われて次第に明らかになっていくと思いますけれども、私の感じではですね、スタップ論文がネイチャーに掲載されたのが1月29日、2014年の1月29日であったと思います。25日頃には分かっていたような感じもするんですが、ネットで最初の欠点の指摘があったのが確か6日後の2月4日ではないかと思うんですね。これはあまりここのところ厳密にしたくないんで、その間が1週間でも2週間でもですね、そのネイチャーに論文が出てから指摘があったのは出てすぐではないかというふうに思うんですね。これに私は非常に当初から疑念がありました。っていうのはですね、世界中で毎日多くの論文が出るわけです。主要なものだけで多分100編以上はあると思いますね、どんなに考えても。もちろん論文以外にもですね、報告書とかネットとか、あらゆるところに出ますので、特許もありますしね、その数は膨大なわけです。その中でネイチャーの論文に注目したこと、すること、それからさらにはですね、掲載された日にその論文を読みですね、今回の論文は大きな論文で80個ほどあるんですよ。画像が、文章もついてます。それから画像の説明のチェックをするだけでもですね、普通は 2,3 日かかりますね。それからビデオが4本ついておりますから、それを検査し、文章にコピーがないかとか誤字脱字がないかとか全部見て、論文引用が40個ほどありますから、そこにもミスがないか見て、全部見て理解するだけで、どうしても数日はかかると私思うんですよね。それから同時に博士論文のミスも出てきたわけでありますが、この博士論文は現在、早稲田大学の博士論文はですね、電子データって言っても PDF らしいんですね。そうしますと、博士論文に出ている図がですね、直接電子データとして取れるわけではないわけですから、鮮明度から何か全部違うわけですね。ネイチャーの80枚のうちの2枚が類似していると、いうことになりますと、図のデジタル情報がわからない。目で見ないと類似しているかどうかわからない。つまりコンピューター処理できないということですね。さらにPDF から電子化したファイルを作り、そこに書かれた文章が世界のどこかにある文章と類似しているということを示すためには、PDF から電子化してテキストファイルにするときにかなりの労力がかかるわけですが、それをどうしたかという問題があります。で、もともとはスタッフ論文が2012年に和歌山先生の指導のもとで、小保方さんが書いてネイチャーに投稿し、これは拒絶しているんです。専門用語ではリジェクトとか言うんですけど、つまり、文章が下手だとか、論理構成が不十分だとかいうことで、発見自体は良くてもですね、論文としての体裁がきちっとしないと、なかなかネイチャーを通ることは難しいんですね。それから後に笹井さんがチームに入ったということですから、小保方さん、和歌山先生が1年から2年ぐらい、さらにそれから小保方さん、和歌山先生、笹井さんという3人がもう1年やって、論文が2013年の12月に認められているわけですね。それからもう一つは論文が2013年の3月10日に出されてから12月20日に認められるまで10ヶ月の間、ネイチャーの査読委員が見ているわけです。これはですね、つまり論文の間違いに最も気づきそうな5、6人がですね、10ヶ月から2年間自分の仕事として綿密に見て修正している時に気がつかなかった欠点をですね、全く関係ない人が1週間から2週間の間に分かるということはもう到底不可能であります。もちろん論文を出す人もですね、欠陥のある論文を出せばある程度批判されたり、こんなにひどく批判されると思ってなかったでしょうけど、ある程度批判されるということは分かってますから、できれば出す時までにですね、完全にしといた方がいいだろうというふうに思いますよね。特に、小保方さんが言いましたようにですね、もともと正しい写真があったのに間違った写真を入れたんですからね。ですから、別に気がつけば新しい写真を入れてたわけですから。で、皆さんはですね、よく
学者にあるまじきとかなんか言ってますけども、いや、査読っていうのはそんなに甘いもんじゃないんですよね。これはもう学科、論文を出す人はよく知ってるし、私もまあ、査読をしてたわけですが、その分野で最も学力もあり、経験もある学者が複数で綿密に見てですね、おかしいところを指摘するわけです。例えば私の分野ですとね、世界の学者の名前はみんな知ってますし、それからしょっちゅういろんな学会で、世界のアメリカとかヨーロッパの学会で会いますしね、論文は大体目を通しますから、これまでのデータなどは全部頭に入ってるわけですよ。だから、文章も若干特徴がありますから分かりますね。なんとかさんつったら、大体こういった文章だなと。あ、グラフ、大体こういうグラフだな。研究の仕方っていうのがそれぞれの学者によって違うんで、分かるわけですね。で、図表がですね、論文に提出されるときにどういう形で提供されたか分かりませんが、私の場合は手持ちの図表とか画像のうちですね、最も鮮明なものを選んで、論文に投稿します。それは原図と言ってもいいんですが、原図というのもなかなか難しくてですね、原図が1個ではないわけですよね。例えば、非常に詳細に撮った図から、それをちょっと画質を落としたような図もあるんですね。昔の写真と違いますから、今は原図といってもですね、複数の原図があるわけです。一般的に通常の研究で使っているものは少し画質を落として、メールなんかに添付しやすいようにして使いましてね。それから本番出すときには僕なんかは、論文に出すときの図というのをちゃんと別のフォルダーに取ってありますが、時には間違えることもありますね。これ別に図表の細工をしたわけじゃなくて、単なる間違いですね。それからちょっと間違って不鮮明なものを出した場合は、鮮明なものを出すようにというふうに求められることも多いんですね。つまり私はですね、中心的な研究者、その分野の中心的な研究者が 4,5 名がですね、1年ほど見てわからないものを関係外の人がですね、1,2 週間でわからずないんですよ。動機はですね、論文を出す方、もしくは査読する方はちゃんとした論文を出したいという希望がありますね。それからクレームをつける方は、この論文にケチをつけたいっていうなんか動機があるわけですね。その2つの動機は同じようなもんじゃないかと思うんですよ、力としては。つまりこうなりますとね、私はね、この論文が1月29日にネイチャーに掲載されることをあらかじめ知っていて、そしてこの論文の不備かですね、小保方さんの研究の欠点が分かってる人ですね。例えば小保方さんは割合と全身的な力がある人がとしますね。そうします。そういう人はね、細かいことはあまり気にしないんですよ。前ばっか向いてますから。だから写真の取り扱いが普段からちょっとまずいことがあってね。例えば検討会中に、小保方さんはその写真違うんじゃないですかって言ったら、小保方さん、あ、そうですそうですなんつって入れ替えるというようなことがしょっちゅう あることを見てると。これは人によって性格がありますからね。だからあらかじめですね、例えば理研の中のデータを持ってるじゃないかと思うんですよ、私は。それから何回か研究会に出てですね、大勝さんの特徴を知ってる人ですね。で、前から目をつけてたんじゃないかと思うんですね。どうもあの人はちょっとこう落ち度じゃないけども、うっかり屋さんだと。それから前向きに物事をやるんで、私なんかももう原発の時に2011年に誤字脱字でものすごくね言われましたけど、やっぱり毎日毎日必死になって原発の記事なんかを書いてますとね、もう誤字脱字をね見ることができないんですよ。これはね私別に言い訳するわけじゃないんですけどね。それからもう皆さんね、お母さんとかそういう人からお子さんをどうしたら助けていいかっていうメールがですね、一日に何千と来ると、できるだけ答えたいと、その中で情報も提供していきたい。もうね、誤字脱字を注意されてもいいやと、こんな感じになった時あるんですよね。小保方さんもそう言いたいと思います。もちろん、そう言えないんですよね。誤字脱字がいいなんつったら、これも大変ですからね。そういうことじゃないか。つまりですね、私はですね、ネットで指摘した方が何らかの犯罪を起こしている可能性が高いと思うんですよ。つまり、人のデータを盗んだんじゃないかと思うんですね。小保方さんのデータをあらかじめ盗んでなければ、あんなに早くですね、書けないんじゃないかと思うんですよ。で、マスコミはですね、佐村浩司さんと同じなんですけども、指摘が犯罪性があるかどうかということを考えなかったんじゃないかと思うんですね。だからこれは、
ボカツさんの2枚の写真の間違いなんか大した間違いじゃないと思います。私はそう思って、今でもそう思ってるんですね。だからもし身内にですね、論文を作成しているときに間違いを指摘しないで、つまりボカツさんそこまずいんじゃないかって指摘しないで、博士論文もよく知っていて、本人の不十分なとこよく知っていて、それを出た途端につくという人がいたとしたらですね、これは研究者としては辛いですよ。っていうのは研究というのはね、それほど会計帳簿みたいに何回も何回もチェックするようなもんじゃないんですよね。非常にデータも膨大で、何千とあるデータからパッパッとやっていくんですから。それからその人にやっぱり今言ったように特徴があるんですね。慎重な人もいれば、まあちょっと乱雑だけども前進力があるっていう人もいますからね。私はね、今回の件を見てましてね、まずこのことを明らかにしたいと思うんですよ。それからもう一つはですね、不正を指摘するときは、指摘する方は善人で、指摘される方は悪人だという先入観がないかっていうことなんです。もう一つは、利権という組織は善人で、個人は悪人であるということも前提にないかと。いずれにしても利権の調査委員会は嘘を2つ言ってるんですからね。実験ノートが2冊しかないとか、差し替える写真が提供されてるのに言わなかったという、まあ、明らかな嘘を2つついてるわけですね。それからまあ、もともと利権が小保方さんを守る立場にあるわけです。別に無理して守ることはありませんが、少なくとも小保方さんに不利なことを言って有利なことは言わないなんていうのは当たり前ですね、組織ですから。ところが逆に小保方さんについて不利なことを指摘したわけです。有利なことを言わなかった。これはね、悪意ですよ。だから私はね、小保方さんが悪意があるとかなんか言ってますが、そうじゃなくて、指摘した人と利権に悪意があると思うんですね。それまた こんなこともありましたね。酒井さんがスタップ論現象は確かだが仮説の段階と言ったら、すぐそれを京都大学の先生が受けて、仮説は論文にならないという嘘を言いました。普通の論文とは全部仮説ですからね。仮説でない論文を書く人ってのはくだらない論文なんですよ。そうするとね、指摘側にはチームプレーが感じられますね。指摘した人、利権、それからこの京都大学の先生、これはね、もう絶対にチームプレーですね。共通的なのは嘘をついているってことなんです。だから私はね、この事件では疑念は小保方さん側ではなくて、利権の委員会、ネットで指摘した人、それから自分が損害を受けてないのにデタラメを言ってまで設定的に批判した京都大学の先生なんかにありますね。それからまた早稲田大学の博士論文を審査して合格させた先生方も、全く小保方さんを批判されるままにして登場してこないというのも理解できません。私はね、なんか論文の不備を指摘するのが善意なように言われておりますが、私はもうここまでね、この論文を恥ずかしめるっていうか、探しめるっていうか、これはですね、善意とは言えませんね。それからもちろんマスコミもそうです。マスコミも善意とは言えません。学会もそうですね。学者にあるまじきした学会もそうです。そうするとですね、この事件はスタップ論文の指摘をした人、理研の検証委員会、検討委員会ですね、それから京都大学などのテレビに出てもう足ざまに言った人、それから、学会、さらにはマスコミ、こういった人たちがですね、やっぱり少し反省していただいて、この指摘のソースはどこにあったのかということを徹底的に取材してもらいたいと思います。この内容はおそらくシアターテレビジョンのご好意でですね、YouTube でも無料に見れるようになると思います。これはシアターテレビジョンの方のご判断ですが、私はそういうふうに期待をしております。これが一番今度の問題では学問的にもまた社会的にも大きな問題であろうと思います。